お疲れ様ですそれでは FX オリガルヒ32週目の振り返りをやってみようかと思います、えー、このね振り返りは時間が取れなくって1週間あんまりトレードに向き合えなかったかなって方が少なくとも週に1回は20分か30分時間を取ってこのまとめをご覧くださいということになりますそしてまとめをご覧いただいてあこの曜日は自分の力になりそうだなと思ったらその曜日に特化してまたね動画を見直していただければと思っております え32週目になりますねえ今週はね週の始まる前に私申し上げましたテクニカルがもうガンガンに効く週ですよと木曜日の夜の材料以外はほとんど材料がないえー、いい状態ですからねだからテクニカルをどんどん生かしてくださいっていうことまあここで自分のご自身のね皆さんのテクニカルがどのぐらい培われたかってことがまあ試されるわけですねそしてもう一つバイのトレンドがもうね始まっていくってことなんですよですので月曜日から買い 火曜日も買い、水曜日も買い、木曜まで買いを入れてくださいねってことを日々、えー、繰り返し申し上げております。さあ、そして週が始まる前には、こちらの陽線5本っていうのが存在しませんでした。その状態で、この陰線2本の状態から私の方はね、私の方は、こっから上昇に向かうよってことを申し上げていました。あーですので、これがね、見えるようになるんですよ、皆さん。 なんで見えるかっていうと、まあ一つはね、こういうふうな上昇トレンドがここに見られることですよね。もう一つは、ボラティリティの関係です。この特殊レンジの天井のところから大きく下に下げましたよね。下げて137円台まで入ったわけですよ。で、これに対して、あれすいません。なんかおかしくなっちゃいましたね。まあいいや。これに対して、半値戻しが起きてるわけなんですよね。陽線で。ですんで、陰線と陽線の関係は、 陰線の方が陽線よりも強いってことになります。こっちが強いってことですよ。でもその次どうですか陰線が出たその長さっていうのはここの陽線よりももう短いわけですよ。それに対して陽線はここまで長い。もう陰線を凌駕したわけですよね。その後陰線はここよりも短くなってますよね。だけども陽線の方は伸びる余地があるんではなかろうかっていうことで この上下のリズムを見てですね、陰線と陽線の長さの入れ替わりっていうものから、二つ目の根拠として、上昇トレンドが起きるなってことを重ねたわけなんですよね。まあ、そうすると、陽線が終わった後の、この二本の陽あ違う、陰線が二本終わった後にね、陽線がどんどん伸びていくってことが見えるわけなんですよ。で、どこまで伸びるかっていうと、少なくともここまでは伸びるだろうというふうに考えました。 3本目はどうなるか分からなかったんで様子を見たところもありますけども結局は特殊レンジまでは進んだわけですよねですんで今週はずっと倍で全部要線ですから倍さえ入れておけば勝てるって感じですこの1週間セルを入れる指示なんて全くしませんでしたけどもセルを入れた場合はそのままあロスカットになったんじゃないかなと思いますねでは日ごとに見ていきましょう月曜日です まずは月曜日っていうのは下落から上昇に向かう週ですよってことを最初に宣言しましたよねだこれで1週間の方向性を決めたわけですよで実際その通りになったとで143円前後で着地と見たわけですけども何のことはない145円弱までいったということなんで私の予想よりも1円スピードが速かったってことになります、はい、だから思ったよりも稼げたっていうのが答えですよ はい。で、冷やしはどうなるって書いてるでしょこれが繰り返し繰り返し申し上げてますけども、午前10時の,間あの段階でですね、もうこれは冷やしはこういう風うに伸びていって、ここの天井を抜けるかどうかっていうところが今週が見るとこですよっていうことになったんですよね。結果的にここまで伸びたってことですけどね。はい。そして今後のシナリオのところで大きく語っております。一度の上げの後、均衡、次の展開はということですよね、うん。これはね、1時間軸を見てるわけですけども、 移動平均線の話を最近するようになりましたけどもこの移動平均線を突き抜けて上昇トレンドの方面に入ればあとは上がるばっかりっていうふうに語っていたところだと思いますそれ以前はねあのここから移動平均線の下に潜ったわけですよ下にグーッと潜ったわけですよねで材料でさらに潜ったわけですよでもそれを打ち砕くようにテクニカルの動きっていうのが支配波に釣られて上の方に行ったっていうことなんで自信を持ってね1時間軸で倍を取っていけばいいんですよってことを話しました では次火曜日です上昇トレンドの根拠ねこれをお話しておりますもちろん上昇の中でも横ばいっていうのがたまに出るところがありますんでそれを警戒してくださいよっていう意味で書いてますけども火曜日にこれから起きる上昇トレンドの根拠を申し上げてます、はい、そして利確のタイミングについてもお話ししましたよね一旦利確をしてそしてまたさらにエントリーすることによって伸びた後にちょっと下がるんですよねでその下がりをついてあの付き合わなくても構わないですよってことなんですよ ですんで最大利益を取っていくためのことをずっとお話してますんでえちょっと初心者向けというよりもね中級者向けというか折り返しの皆さんだったらマスターしていただきたいところですでさらに遅れてストンってあるでしょこれはなぜかっていうと私が利確した後にストンっていうこのねつまり利確した人がもう大勢出たんで下に下がったっていうところなんですよだから利確を遅れちゃうとこの下落にね付きあってせっかくの含み益が減っちゃうよってことを言ってます で私の判断した後、理確の判断した後、遅れてチャートはストンと落ちるんですよね。だからいい感じのところで理確をしたなっていうところです。その後、まだ上昇していきますんで、当然ですけども、このネックラインからエントリーしてくださいねってことを言ってます。もちろん上級者の方は、陰線がそこそこ出たところで、あ、このヒゲ先が束になってるなと思ったところでね、倍でエントリーするっていう手もありますけどね。まあそこはちょっと難しいんで、少なくともこのネックラインを超えたところから倍でエントリーと思います。 でも全体的な上昇トレンドっていうふうに、もう月曜日とか火曜日の段階で言ってますんで、うん、落ちたところでね、落ちてる途中に倍を入れてもいいと思いますけどね。はい。で、これで水曜日、うろたえないで上昇を信じくださいってことになります。もう信じろって言うと宗教みたいですけども、あらゆる根拠をもう申し上げた後なんで、これもう上昇するしかないだろうってことです。で、警戒するべきレンジってのはここに出てるでしょ遅れてストーンがあった後に、結構そのあたりをうろうろしてたわけですよ。 していたんですけども上昇トレンドの方が結局買って十分落ちた時つまりは移動平均線に絡んだ時に反発するように上の方に大きく陽線が連発したってことになりますこれもいつものパターンですはいそして木曜日ウたタな内でそのまあ倍を取ってくださいということです先ほど反発したのがここだったんですよね大きく陽線が並びましたで結局ちょっと落ちたんですけどまたあー強くいきましたよねでネックラインがそれぞれここにもあったということになります 上昇圧力止まらないですねこの時点で143円の708で、私が今週、このぐらいで落ち着くんじゃないかなと思っていた上昇の速度は、ここぐらいまで、木曜日ぐらいまでだったんですよ。だから、あとはね、金曜日がね、私の予想の2割増しぐらいで、1円ぐらいを稼いだってことになりますね。はい、それでは、まあ、その金曜日のほう見てみましょうか。あ、木曜日か。木曜日ですね。これ見ましたねすみません。 はい、でもうすぐあの材料が来るんでみんなしてあのポジションを引いてるとこです私以外の方でもね大体いい年間であの数千万っていう単位の方皆さんこの行動してると思いますよで、えー、あんまり稼げてない人がこの上昇トレンドだと思ってこの辺で高値掴みして逆に含み損を抱えちゃうみたいなこともあるかもしれませんはいボーナスタイム、えー、とりあえずここで終了ということになりますじゃあこの数時間後にね材料が来てどう動くかわからないよってことなんですよ で、えっ、ー、と、金曜日ですね。金曜日は、まあ、すいません。私の方のトラブルで、あの、ログインがね、MT4 にできなかったんですけども、改善した時にはもう17時でした。すいません。ま、あでも、前回、ここでポジションを引いて、木曜日の深夜に材料がこう来てね、上でもか下,下でも刈られてるっていう状態の、一番良くない、その、ゲを出して実体が少ないっていうね、材料の動きがありました。そこからどうなるかなっていうところだったんですけども、こっからがすごいんですよ。金曜日ね。 ドカーンと1日かけて、もう1円ぐらい変わったというね、上昇したということで、トレンドの方向にさらに強く進んで、そして145円の付近で多くの投資家さんが警戒したんでしょう。値が落ち着いて横ばいに入ったということになります。まあ、蓋を、キャップをね、はめたような状態の形ですね。うん、こういうふうな。これも特徴的な、あの、トップっていうんですけども、上昇が行き詰まった形なんでね、これみんなで警戒したってことなんですよ。 つまり145円という前回の口先介入を警戒したってことがよく出てるんじゃないかなと思いますで、ここからいくら移動平均線に絡んだと言ってもね、上に大きく跳ねるってことはないと思いますこれはまた別の理屈で動いていきますんであまりここからもね考えすぎないようにしてもらいたいと思いますで、全部お話しましたかねこれでねはい、そして現在の価格ってのがこういうふうに出てますまた立ち戻っちゃいますけど最初にもうほとんど145円なわけですよここね でですんでこの特殊レンジというふうに前回お話したところと同じところに来ましたんで,でここまで来た特徴も同じですよねこういうふうな迷いなく一直線に上がってくるっていうところも同じでこのペースで同じぐらいの区間で同じぐらいの金額を変わってるわけですからこれは金融庁から見ると急激な円安への進捗というふうに捉えてえやっぱりね今日土曜日に出るかどうか分かりませんけども月曜日あたりには 警戒ののためのちょっと口先があるんじゃなないいかなと思いますよ、ねまあその辺を33週目に見ていくことになると思いますそれでは33週目の1週間の展望まで今しばらくお待ちください1週間のまとめでした必ず復習しておいてくださいね